次は次回メンバーへの宿題です。次回メンバー皆さんまだ知らないですよね。誰だと思いますか？明日のメンバーはじゃじゃん、中村れのちゃんです。れの最近会ってないんですよね。じゃあれのに宿題を出そうと思います。なんて出そうかな。なんて出す？れのに宿題、飼ってる犬の真似。れの飼ってるって言ってる？ネズミじゃないわ、なんだっけ、犬。間違えた。犬飼ってるよ。え、あ、じゃあ犬飼ってる犬の真似してもらおう。の愛犬の真似をしてください。今度見せてね。あ、今度合わせてねって。ください。書いたよ。レノへ愛犬の真似をしてください。今度合わせてね。葉月より犬の絵。書いた。前回のね、昨日の配信メンバーさんからの宿題ということで、こちらが私は出されました。葉月からですね、愛犬の真似をしてください、今度合わせてねということで、私あのモバメを撮ってくださってる方には1回か2回かな送ったことあるから、まあ、知ってる方もいるかもしれないんですけど、あ、ブログとかで書いたことなくて、ワンちゃん飼い始めたんですけど、去年のいつだろう、秋くらい、9月に飼い始めて、だから今はねまだちっちゃく、ちっちゃいって言っても、何ヶ月だっけ、6ヶ月のワンちゃんだから、吠えないんですよね、全然吠えなくて、真似ってなんだろう、なんかね、真似、あ、でもね、な、最近そう、え、ワンって言わないんですよね。そう、何人か見に来たんですけど、メンバーの子がね、全然吠えないじゃんってそう、すっごい可愛いだよね。でもすごい甘えてくる。あのね、真似かどうか分かんないけど、最近っていうかね、こうやってね、ワンちゃんの顔の前にね、こうやってやるの。そうするとね、ここにね、こうやって離れてきてね、でね、こうやって置いとくとね、こうやってやってくるのこうでもやるし、で、この前なんかね、こうやってさ、こうやってやって、ここにこうやって置くやつが、なんか、なんだ、何かで前流行ったのを見たことがあって、それを覚えさせたくて、でもこうやってやんないと、こうやってやると手で遊んでると思って噛んでくるの、すごい甘噛みだけど、だから噛んできちゃうから、いや覚えさせようって思って今頑張ってる一回しかね挑戦したことない、このこういうの写真撮ったけど、あの、私写真撮るの下手くそでブレてたもったいない、本当に一回しかやってないのに。お、めっちゃ可愛い、本当にね、あのね、もうね、気づいたら写真のフォルダが全部ワンちゃんになってる動画とかも本当になんかもう毎日のように撮ってるから、すごいね、フォルダがワンちゃん、もう癒しですね。かわいい、あ、チワワを飼ってます。チワワのロング、男の子ですね、まだ6ヶ月の
まだね1歳にもなってないんですよ。ホワイトブラックタンっていう種類で、あのなんかよくある、よくなんだろう、多分皆さんがそのホワイトブラックタンってこうパッて思いつくのは、多分ブラックホワイト、ブラックタンホワイトの間違いじゃないって思う方いらっしゃるかと思うんですけど、ホワイトブラックタンって言うんですって。なんかね、白の割合が多くて黒が少ないみたいな、その色毛の、そう、なんか調べたら多分出てくると思うんですけど、なんかね、あのね、遠くから見るとパンダみたいな後ろ姿がね可愛いの一目惚れ、もう可愛くてたまらない。すぐね、もうね、おもちゃとか買っちゃう、すぐぬいぐるみとかでまた買ってきてって言われる、あのお母さんとかに。でも言うてお母さんもね、めっちゃね甘やかしちゃう、ワンちゃんに。なんかもう最初すごい、もうワンちゃんの世話とかすごい大変だよってめっちゃ言ってきてたんですよ、飼う前に。だけど実際飼ったら、もう私よりもお母さんの方がワンちゃんも可愛い可愛いってなってて、もうね、知らないうちに勝手にもう、あの気づいたらケージの中におもちゃめっちゃ増えてるみたいな、よくあります可愛いんです。今度またブログに載っけます、赤ちゃんじゃない、あのワンちゃんの写真。青春ってよくわからねえ、青春ってよく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 、うーん、やるしかねえ。